マストゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらスプラトゥーン2やっていきたいと思いまーす。はい、ということでね、最近またスプラトゥーン2の動画をね、出したりもしているんですが、今回はですね、久々にフェスに参加してみたいと思いまーす。ほらほら、見てみて。やっぱフェスだとさ、このハイカラシティがかなり変わるから楽しいですよね。で、フェスと言ったらですね、やっぱりね、この二人を見たくなっちゃうわけですよ。パーカーが可愛い。テンタクルズですよね。姫と飯田。俺は飯田の方が好きだな。好みを、あ、でも姫派の方が多いのかな。どうなんだろう。可愛いな。エロいな。はい。ということでね、今回のそのフェスのお題なんですけど、こちらでございます。勝つのはどっち？ウサギ、カメ、ということで、皆さんどっち派ですか？ウサギ、カメ？まあ、物語で言うと、ウサギはすごい足が速いからゴール目指してダーって行ったんですけど、サボってたらコツコツ行ってたカメに負けたっていうね。まあ僕はね、どっちが好きかで言ったらですね、こっちかな。やっぱね、カメ。僕ね、ウサギみたいなそういうことできないから、僕はね、やっぱ亀が好きですね。はい。ということで、マスオは亀チームで今回フェス戦っていきたいと思います。で、イラストとかがさ、みんな可愛くてさ、ほら、このイラストとかも可愛いしさ、タコになっちゃってるし、これも可愛いよね。はは。あー、すごい。おー、これも亀だ。亀仙人で。おい、これはりょうさんじゃん。うさぎ。あー、みんなすごくない？これどうやって書いてんの？俺わかんないんだけど、これ。はい。ということで、縄張りバトルミステリーゾーン。今回のミステリーゾーンどういう感じなんだろう。本当にわかんない。っていうか、桜。桜舞ってて綺麗だ。よし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 。塗りたくーるー。塗りたくーるー。塗りたくる、自陣を塗って、スペシャル履きたいなーなんて思ってるんだけど。なんか久々だから、この、操作感が。よし、一応入れといて。よしよし、おお、倒せた！やったー！ちょっとね、やっぱ勝ちたいからね、自陣塗りね、しっかりね。ちょ、まだミステリーさがわかんないんだけど。絵的に地味なんだけど、みんなごめんね。自陣塗りしかまだしてない。お、やっと戦いの場に行けそう。よし、いけーい。やった、塗って。どこら辺が今回ミステリーになってんだろう。あ、すごい、こういうことね、ミステリーって。すごい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 。ほら、なんか入れ替わ、あー、やられた。なんかさ、ベルトコンベヤーみたいにさ、動くんだ。あー、で、この部分は塗れないから、真ん中でしっかりキープして、で、こうやんなきゃいけないってことね。あー、そういうことか。うそ、うまいな。残念。へえ、すごい面白いね、今回のミステリーゾーンも。まあ自陣塗りが最低限できてるから、こっから慎重にいきたいところですね。よしよしよし、最後やられないようにね。どーこだ、一人にいっぱい撃つー。あ、すごい。あ、そういうことか。ここずーっとそうなんだ。じゃあ、いかに真ん中をしっかりキープして濡れてたかが重要になるってことだ。へえ。お、みんな全落ち。
いけーい。へえ、そういうあれか。おお、面白いね。なんかさ、結局戦い続けて真ん中をキープし続けたチームが勝つから、相手のところ攻めるってよりも真ん中をこうちゃんと塗って塗り続けるってのが重要っていう。じゃあ一番最初もさ、結構真ん中取りに行くの重要じゃない？ね、真ん中が簡単に取られちゃって、でそこで最初のベルトコンベヤー行っちゃったら、もうずっと最初も不利ってことだよね。難しいね。ちょっとカスタマイズしよう。どうカスタマイズするかっていうと、もうちょっとスペシャル打ちたい。スペシャル打ちで行きたいな。はい、続いて第2戦縄張りバトル、富士坪スポーツクラブ。まあ次のステージはね、さっきとはまた違うんですけど、とにかくこの桜の花びらが綺麗だな。で、イカ速とかね、人速次はついてないから、まあそこら辺がねあれなんですけど、まあただ相手結構長射程が多いから、これで威嚇しつつやるのがいいのかなって思ってますね。一回逃げよう。威嚇速がついてないから遅いな。ちょっとこっちのやられ具合がなかなか良くないな。一人倒せた。あぶねえ。よし、まあ相手を動かせるのはいいですね、これでね。ただ結構きついな。また落ちてるな仲間。むずいな。抜かれた。ちょっと短射程すぎてこっち何もできてないですね。厳しいな。まだ1分あるから、ギリギリ最後行けばいけると思うんだけど、これはきつい。よし、まだ50秒あるから、まあスペシャル打開ですね。やられないで、やられないで、やられないで。ダメだ、次の復帰のタイミングだね。ここで行くしかない。ここだ、ここ。もう無理だよー、このやられ具合じゃ無理だよー。いやー、ちょっと厳しかった。これは無理や。なんか久々にスプラトゥーンしたーって気分になりましたね。無理だ。いやー、乾杯です。全員ね、僕が倒せたらよかったのかもしれないけど、戦う前にもう厳しかったなー。はい、ということで、まあ次の試合行きましょう。はい、ということで続いて縄張りバトル、ミステリーゾーン。どうしよっかなー。2070と、これは行きます。僕が先に
というのも相手が長射程なんですよ。でこっちめちゃくちゃ短射程なんで、僕が行かなかったらかなり厳しく終わると思う。これはき逃げ道をちゃんと確保しといて、よし、よし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 、あっちはちゃんと塗り返してベルトコンベアをやっといて、ナイス。インクがなくなったタイミングで放つ。よし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 、よし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 、もう一回投げときましょうか。これよし、これでダメか、クソ、こわ、ダメか。結構濡れてるけは濡れてるけど、どうだろう、最後の時間で自陣もしっかり塗っていかないとかなり厳しい。ただ真ん中のパイの方が大きいから、そこをしっかり塗っていかないと。よし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 、オッケー、こっちしっかり塗って、よし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 、今回のミステリーゾーンはなかなか面白い、戦略的だ。よし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 、どうだろう。よし、どうでしょうか、ラスト。うわー、やばい、最後がやばい。どうだろう、これ、どう、途中まではずーっと塗り続けてたけど、でも勝ったでしょ。危ねえ、危なかったー、最後あそこに隠れられてたっていうか、普通に負けたんだけど、危ねえ。もう真ん中で戦い続けるのが重要だね、今回ね。危ない危ない。はい、ということでラスト一戦いきましょうかね。はい、ラスト、アンチョビットゲームズでーす。どう行こうかなー。2150、相手が2360。勝ったら上がるね。いけるんじゃない。ただ、こっち、射程的に短い。相手の方が射程的に長いんで、そこをちゃんとカバーできるかっていうところですね。圧倒的に射程差でいったら負けますから。一人だけでいいや。ハイプレでどうにか行く感じか。オッケー、相打ちだったら今のタイミングオッケー。お、ちゃんと自陣塗ってくれてる仲間がいる。今の相打ちでかいな。でここをきれいに塗っとこう。よし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 、ちょっと戦いに行きたいところなんですけど、まずはもうここしっかり塗っちゃって行きたい。よし、よし、いける。
よし、オッケー、いけた。大丈夫、まだ全然余裕。うわー、くっそー、ローラー猫。まだ時間ある、まだ時間ある。あー、うまいな、この使い方。うまいっすね、届かないところに。くそー、どうだろう、いける、倒せ倒せ、ナイス。よし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 、相手の陣地に入りたい。オーケー、よし、オーケーゲー、いったー。いかがでしょうか、これはいった、ラスト、やったぜー。で、結構腕前差はあったんで、まあ今回3回も負けちゃったんであんまり高くないと思うんですけど、果たして計測の結果はどうでしょうか。はい、ということで今回カメパワー2229でした。大して高くない。まあ負けましたからね。まあこんな感じでね、フェス永遠までやるかわかんないですけど、はい、楽しくやっていきたいと思います。まだ期間あるみたいなんで、ぜひね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。